藤浪8失点炎上、防御率 14.40、0勝4敗。アスレチ、2-0-0-0連射、2-5-4-0。藤浪登板歴、2.1 回、8失点、5被安打、3-4-0-4-9、4.1 回、5失点、3被安打、2-4-9-1-4-9、6.0 回、3失点、4被安打、4-4-9-1-4-9、2.1 回、8失点、7被安打、3-4-9-1-4-9、2暴投。アメリカの空気を吸ったところで何も変わらなかったな。安定感すごいな。安定してコントロール悪いな監督。シーズン前に、彼のどこがコントロール悪いんだって言ってたよな。来年頑張ろう。次のチャンスはもらえるんかな。さすがに成績だけなら、クビ穴契約事項で守られるんだろうな。調子のせいじゃなくて、根本的に力量不足ってこと？ストライクが入らんかったら勝負にならんスポーツだからね。3回途中8失点4-4-9でノックアウト見てたけど、さコントロール話にならないよ。来季に期待したい。なんでメジャー行けたのか？去年は先発でもまあまあ使えてたのにな、こんな状態でも代わりがいないアスレチックスやばすぎ。